昔からね会話とかしてたんですけども、はいはいはい、又吉さん、あ、ピーター又吉さんと差しでお話しいただいたんですよ。前は別にご飯食べたはって、それちょっと帰ろうとされてるとこで、うん、で場所合わせて、うん、本当にね、あの、うん、バー、道の沿いにあるバーで、うん、めちゃめちゃ会員制とかでもなく、うん、ここにしようかみたいな感じで入って、うん、まあ、結構喋らせてもらって、で、あの火花呼んだとか、はいはいはい、始まり、ネタのこととかいろいろね、うん、あの初めてそのぐらいそんなにまたさんと喋って、確かに僕らが1年目の時はピースさんってもう東京のね、うん、もうトップっていうとこあったんですよ、はい、そう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 、本当にやっぱ、ね、な MC でライブ中ぐらいしかまあ絡めへんかったりとか、やっぱりあった、普段そんな、うん、あの普通に喋れるような感覚がまあないんですよね、うん、あの1年目の感覚あるから、うん、すごい人って、そうそうそう、もちろんすごいんやけど、八駅先輩なんかな、僕らよりも。で、その中で会話で僕がその東大出てるっていうのも、うん、まあ意識してくれはってなんですけど、はいはい、俺も結構こんなん言うのあれやけど勉強できてんでみたいな、とか、あ、そうなんですかみたいな、一時期、まあ、サッカーをずっとやっててんけど、うん、ここだけ頑張る、ここ頑張った時は学年トップぐらい行った時もあってみたいな、あ、そうなんですかみたいな時に、僕ね結構ねちょっと酔った時のですね、はいはい、感覚を間違える時があるので、あ、そう、お前酔ったらね先輩時の酒癖悪いんですよ、ちょっと感じがある、ちょっともう声大きなったりとか、はい、その前も飲んでたんですけど、又吉さんと今から飲めてた時に一回コンビニ寄って、うん、そのウコン系の飲料を一回入れて、はいはいはい、そうあかんぞって思いながら行って、で結局、うん、悪酔いはしてないでに終わったんですけど、途中でですね、うん、そのボケじゃないですけど、うん、一個だけちょっと入れてみたいなということで、入れてみたいな、これそれがあかんねんって、それが、またそれがみたいな感じで、もうお会計の時ですよね、お会計の時に、はい、またそれがもちろんね、うん、じゃあ行くかっつってお会計お願いします、うん、マスターみたいなね、はい、言ったら、うん、時に一個だけ言おうと思って、うん、マタヨシさん、マタヨシさん高卒なんで僕出しますよ、あ、はい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 、言うだけ言って、ちょっとドキドキしてるんですよ、もう、えって思いながら言ったら、マタヨシさんめちゃめちゃやっぱ優しいですし、懐深いし、あのね、突っ込んでくれたんですけど、もうね、マタヨシさんにしかできひん突っ込みを、ね、知りたい、うん、僕がここ僕東大でマタヨシさん高卒なんで僕が出しますって言ったら、マタヨシさんが、うん、お何言うてんねん、うん、300万部売り上げとんねん言ってくれた。そりゃそうや。そうですね、すいません、いただきます。そりゃそうや。お前読む側やから、その本部、お前は。読む側。作るはる側やねん。そこから出た出題を解く側やから、そうや、お前は全部ほんまに。元の人やから、そう、そうでしたっつって。それはそうや。優しかった、懐深かったっていうね。なるほどね。